平君が女の人と寝たりするの、今までもあったことくらいなんとなくわかるけど、だけど目の前で見ちゃったんだもん。向こうから電話があって押しかけてきたんだよ。押しかけてくる人がいていいじゃない。早くならそういう人後を絶たないのよね。どうすりゃわかるんだよ。好きだったのに。ちかちゃん、中学の時から好きだったのに。俺だって好きだよ。でももうダメみたい。なんで？なんで？許してくれないわけ？やっぱり恋人になれない私。硬いんだな。俺、謝り方知らないんだよ。まあ、あの子の気持ちもわかるけどね。岩田君の気持ちもわかるよね。はい。ちかちゃんショックだっただろうね。昨夜も一晩中泣いてたもん。まあさ、うん、ケーキ食べればケーキがつくよ。うん。で豚マッシュグラケーキよし、切るぞ。今はね、105対100なんだって。何突然。年頃の男女の比率、女のさ、売り手市場なんだって。カーノちゃんってさ、10年先になっても同じこと言ってそうな気がしない？千秋さん、矢沢君でいいの？早まったんじゃない？カーノちゃん、決断も大事よ。私は気の長い方だから。でもさ、なんか私さ、キスだけだった頃とか、それよりもっと前の恋したばっかりの時の頃の方が今よりもずっと純粋だったような気がするな。まあ、最も満ち足りた今やからこんなこと言えるのかもしれないけど、ほとんどおばさんの発言ね。いきのーし。おいちゃん、行くよ。人それぞれ青春の熱い思い。19歳の今、私の願いはたくさん恋をして一人だけ愛し続けること。夢をなくしたら女の子じゃないもんね。
まっちゃうよ。自主休校。わあ、やってるやってる。どれどれ。アイドルを探せ。主人公はチカね。え？右端が千秋さん、メガネが私。わあ、傑作だぞ。ねえ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 、どんな筋？じゃまじゃまじゃま。できたら見せてね。ノートお願いね。はい、じゃ行ってきます。カンロちゃんって本当はもっと美人なんだよな。書き直しよう。Show.